できればリミさん3番シートシングル勝負でお待ちください。弱まってんの今強まってんの。クニです。タスモンです。バーモス蒲田に来ております。蒲田初上陸ちゃう全力満期。今回の企画は F 活企画番外編。番外編蒲田の桃色サロンで1日定員してみたです。おお。定員体験ですか。定員体験じゃないです。定員あるけどね。今までデリと受付型のお店で定員体験はしたことあるんですけども、桃色サロンは初めてということで。いやないっすね。まあ、勝本さんね、はい、桃色サロンかなりお気に召してるということで。お気に召してるんかな。なんだかんだ桃色サロン好きじゃない。はい、まあ、好きっす。普通に形式が好きっす。まあ、そんな勝本さんに定員体験をしていただくことでより桃色サロンで働く業界の方々の解像度が上がるんじゃないかと。でもまあ桃色サロンは回転率も高いですし、マイクパフォーマンスとかもあるんで、はい、まあ何気に一番難しいということで事前にサブチャンネルの方で、あ、そうなんすよ、はい、練習をさせていただきました。うどうやったん。楽しかったっす。あ、楽しかったんや。はい、ナンバーさんお願いしますとかやったから。おー、あのトロサーモン久保田さんがよくやってるやつだね。あれ結構むずい。本日朝9時半の明け業務から午後4時まで、はい、まあ、言った早番を体験していただくという流れになります。あ、早番、なるほどね。あとちょっとね、今日はいい情報あります。え、結構ムラついてます。いやいや、店員側のムラつきはいらんのよ。確かに。なんかムラついてる。店員体験させていただく店舗さんが天下一品ではなくて上のスターライトさんということで、ね、コスパとキャストさんのレベルは、あ、もう分かってんねん。結構高いっす。だから俺ちょっとムラついてるもん。以前別企画で撮らせていただいた池袋のスターライフさんの系列店さんということで、今回ありがとうございます。協力していただいて。いや、ありがとうございます。一押しのキャストさんも出勤してくれてるみたいなんで。おー、すごい。ちょっとミスないようにちゃんと店員として働き切ったら最後にご褒美も用意されてるということなので、何かわかんないですけどね。去年やってて何かわからないですけどねって言う。まあ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 、お楽しみでいきましょう。大体わかりますよね。ありがとうございます。顔がムラついてるな。顔耳やでって言われたら注意されてた。ちょっと顔ちゃんとしな。もう 100% もう笑みがちょっともう店員として毅然とした態度を見せないといけないですからね。行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。綺麗やね。いや、そう、めちゃくちゃやっぱ出来たてやし、はい、練習はさせてもらってるんですけど、はい、右も左も分からない状態ではあるんで、手取り足取り、教えていただけると助かります。はい、分かりました。このスターライトさん、若い子が一番多い、はい、系列の中でもうちのグループの中で料金的にも一番高いお店であるんですけど、20代のみ揃えて、おお、全部動いてません。やっぱ勝門さんデブに厳しいですからね。はい、厳しいね。うーんとは違う遺伝子を教えられます。お客さんのね、笑顔が見れるように頑張ってください。はい、全員発車確定、これ目指します。受けないお客さんがいないようにね。行かなそうやなと思ったら、はい、入っていって、はい、言葉詰め追加で僕がするとか入って、ね、気持ち悪いな。ガンナーやろ。開店業務から手伝わさせていただけるということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。開店前やからやっぱ明るいね。これでもいいっすけどね、別に僕は明るさでも。いや、恥ずかしくない、ね、この明るさ。いや、なんか逆にもう俺もこれぐらいでやってる。まずは掃除ですね。待ち合い室。いや、ここ女の子の待機。あ、待機室、はい、初潜入じゃない。おー、すごいすごいすごい。待機しやすい。綺麗ですね、めちゃくちゃ。すごい綺麗。いつもどかしつつ全部かけるっていう形。大丈夫。え、もう疲れてない。まだ終わってないけど。いいですね。普段やらない掃除の大変さ知ってる。じゃあ後半でいきます。そんなん言わんでええねん。もう疲れてる。え、これ切ったらいいから疲れてても。これで疲れんねん。年齢めっちゃ感じるっす。椅子をどけるときに掃除機消してるんですけど、うん、はい、まあ、まだつけちゃうと、うん、まあ、ごちゃってなっちゃうんで、うん、このまま消した状態でこっちのブロックの椅子動かします。いや、当たり前や別に。誰でもできんねん。どうやるなって。終わりました。スタッフさんがね、こっちがやってくれたんで。ありがとうございます。次は洗濯、まあ、キャストさんの衣装とかおしぼりとか。すごい痩せやな。すごいよ。代謝がめっちゃいい。痩せてる時か。アスリートやから。いや、どこがや。お電話もありますか。いい店員さんの対応っすよね。ハキハキとした喋り方。もう予約入ってる。いや、人気っす。ピンで予約すごいな。いや、したことなくない、あんまり。いや、ないっすね。な、洗濯というか、まあ欲しいやね。こういうシャツあるな。女の子の、女の子が着てる制服ですね。そうなんですね。はい、
もが回ってね。やってきますけど。あかんで匂い出した。シャツ1枚とかあるよね。男性用のやつ。No。ちゃんとやってるやん。なんか怪しいマンあったぞ今。おいそこで持つ必要ないやろ今。匂い嗅いでない？嗅いでない。どういうこと？あと匂い嗅いでるとしても洗濯物やからな。残ってないよそれ残りがとか。残ってるんよ。残ってる言うてるやん。嗅いでるやんじゃ。悪徳店員です。タオルはねいろんなもの拭きますから。ちゃんとパンパンしてね。シワを伸ばしてね。タオルはあれっすか？この。ああ。これは。浜田関係ないねお前のミスやこっち関係ないねちゃんと払ってや埃とかつくからやばいなそうもっとグッと突っ張らせよ突っ張らせよちょっと待ってやばいって下手すぎるって大丈夫これクビにならないですか大丈夫です大丈夫ですかどうちゃんとできてんのやったことないね。わかりますなんとなくは分かってるけど、これちゃんとやったことない。これ突っ張り棒の突っ張り。どっちやね。弱まってんの今強まってんの。大丈夫かこれ。回転間に合わへん。助けてもらってます。この突っ張り棒ってはいよく落ちたりするんですか。いやあんまよく危ない。何の質問やね。大丈夫でしょ。いや難しいな。社会って大変やな。社会って大変やな。疲れすぎやん終わったねじゃあこの後開店前のね予約確認とお金の確認ありますからもうちょっと時間ないんでね急いでいきましょう、はい、お願いしますこれ全部で10万円あるんですよ10万円全部10万円あるかどうかの確認あしてくださいおっ今度お前もう悪いやつの顔してたぞ今すぐ分かるぞお前さすがです3回ぐらいやろうかな診察やねいや、いいっすねちゃんとしてるお店やはい、いらっしゃいませおはようございますあ、おはようおはようございますキャストさんも出勤続々とされてますあ、やばいやばいとかも言ったら何絶対ワンハプニングあるやん不器用なんですよねこれ店員さん史上一番時間かかってるんじゃないですか9万7千はいここまで行きましたはいはいこちらやっていきたいと思いますはい、やれ9万はい、いらっしゃいませいらっしゃいませアリさんご指名ですはい早速お客さん来てるやんけご指名のお金が発生増えちゃったんで増えましたはいはいいらっしゃいませすごいなもう朝一からお客さん続々と来てるはいいらっしゃいませいらっしゃいませやばいやばいめっちゃお客さんこれちょっと多い気がするはい一旦終わりましたねすいません申し訳ないですはい大丈夫です平日っすよしかも台風ねあるって言われてんのにこんだけ来るってすごいよ現金確認、17分取りました続々と朝ラッシュ来ましてやっと終わりましたがもう予約が2件最初入ってたということで舞さんと春さんめちゃめちゃ可愛いおっさんいやそうやなしかも朝一から予約入ってるすごい日本舞さん埋まっちゃうこと多いんですよキャストさんのこと知らないとね舞さんいい可愛いこの子は春ちゃんです春ちゃんめっちゃ可愛い春ちゃんも可愛いリリちゃんですめっちゃ可愛いです可愛いです安いおすすめの写真より生の方が可愛いですマジで何やねんはい、あと5時間いやいや確認してんのお客さん来るまでちょっと一回リハーサル挟みたいと思うんで僕がお客さんとして入ってくるんで、はい、じゃあ3階着きましたいらっしゃいませどうぞこんにちはこんにちは奥様シングル2回転あるんですけど今日はどうせどのような感じでいや何も決めてなくて2回転おすすめです2回転ってどういうことですか女性が、2人順番に回転がねピンさんの醍醐味なんで僕も回らないといけないですかいや全然大丈夫お客さんは座っててもらってはいでこうフェラーリみたいな感じでなんか指名もなんか気になりますあ写真のパネルあるあいいですかおおめっちゃ可愛いよこの舞さんと春さんですねどうしよっかなどうしますじゃあ舞さん指名でお願いしたいですじゃあ指名料入って8000になるんですけどはいもう全然もういくらでもマウスウォッシュとアルコール消毒だけいいはいじゃあアルコールありがとうございますいいよマウスウォッシュもしてもらってます
はい、爪の確認だけいいですか。はい、禁止事項がありますので、はい、女の子の嫌がる行為、はい、頭を押さえつける行為、はい、あとプレイ中の携帯電話の使用が必要になります。あ、すごい、こんな感じなんや。静かにしてもらっていいですか。あ、すいません、すいません、初めてですか。初めてなんでっていう感じですね。あ、でももうできてるよ。じゃあマイクパフォーマンスね、これのリハ終わったら店員として動けますから。はい、指名のやつはこれなんでお願いします。あ、おお。24番マイさん、1番シートにっこりでお参りください。マイさん、1番シートにっこりでお参りください。うまいっす、うまいっす。いつも聞いてるだけありますね。はい、電話、電話、忙しい、忙しい、忙しい。予約入ったんで、受付とコールまで全部一人で俺見てるんで。わかりました、はい、お願いします。早速マイさんまた予約入って、いや、すごいな。はい、いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。こんばんは。あ、予約してる。30分ですね。はい、1万円からお扱いします。マンプッシュお願いしてもいいですか。マンプッシュかツープッシュぐらいか。爪の確認させていただいてもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。一番シートご案内します。お願いします。禁止事項ここで言えなかったので、あっちで言いました。あ、 OK です。35番マイさん、1番シートリクエストでお参りください。マイさん、1番シートリクエストでお参りください。バチです。バチ、あー、よかったね。ベテランになればなればなるほど聞き取りづらくしていきたいですよね。滑らかに言っていきたい。北さんみたいな。そうそう、コントロールいきます。はい、いらっしゃいませ。休憩ということで。どう、大変やと思う。意外に大変やんか。多分やること多い。ヘッドの更新とかもあるやろ。あ、そうやね。発音がいることで今全体的に遅れてます。体験ですか。全部なくなった時は働けるようにそうっすね、覚えときたい。後半全部ね。はい、よろしくお願いします。あ、どうぞ中の方に。はい、シングル2回転、3回転あります。今日はどうされますか。そして禁止事項、女の子の嫌がる行為、頭を押さえつける行為、フレンチの携帯電話の使用は禁止しておりますので、よろしくお願いします。はい、それで、ありがとうございます。ちなみに今、5名さんいらっしゃいます。69番リミさん、3番シートシングル、ショートでお待ちください。3番シートシングル、ショートでお待ちください。OK です。一旦休憩ということで、キャストのハルさんにお越しいただきました。ありがとうございます。いや、可愛らしい。透明感エグいっすね。僕らともう10個一回り違うわけ。じゃあもしあればなんですけど、これ私得意やなって思ったやつとかあります？年齢低いから年近い人とは仲良くなれる。あー、なるほど。必殺技みたいなのやってたりするんですか？笑顔。おこれやったら男性喜ぶよねみたいな。生々しい話。全然いいですよ。生々しい感じ。リアルを。キスする時に腕を回す。あー、めっちゃいいっすね、それ。あー、そうってことです。こう、こうってことですね。一回、え、ちょっと、え、こう実演みたいな。あ、ハグしてくれた。コメント荒れそう。趣味なんですか、趣味は。インドアなんで。あ、インドアなんですか。映画ばっかり。最近見たやつで、良かったやつとかあります。ネットフリーの地面。あー、地面地面来た。俺も見てる。ハリソン山中みたいな。お客さんとかいないですよね、敬語で。怖すぎる。フィティッシュにお願いします。あのマイクはたまにこう滑らかすぎる時あるじゃないですか。ナムジャ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 ム。聞こえづらい時とかないんですか。番号と名前がある。あ、なるほどね。どっちか聞き取ればいい。なるほ ど。3、4000円ってね、大塚は。で、ここ5000円なんですよ。1000円だけしか違うのに全然違うって感じ。やったらな、ここやと思います。東京は多分。で、蒲田は意外に暑いね。そう思ったら暑いっすね。キャストのリリさんにお越しいただきました。ありがとうございます。かわいすぎひん。いやー、ほんまに正直筋肉痛とかならないですよ。口、顎とか意外と大丈夫なんですよ。肩とかの方がよっぽどきついって。こうやって冷えついたりするから。リリさんの必殺技みたいなもの、チューがめっちゃ褒められる。今のとこ2人ともチューリップの話。紺色サロンでね、ない人もいるんで拒まれますよね。拒まれてきました拒まれてきましたし、笑い声思ったより大きいな。めっちゃ爆笑してくれてる。まあ、ありがとうございます。ちょっとこんなにっていう。だから結構その OK の女性が多いってことなんです。
かな。いや、そうやね。通常 の, そのチューリップなしのプレイが、うん、まあ、例えば70点しますわ、うん、でもそこにチューリップが加わった場合、多分、うん、180点。いや、倍以上や。それぐらいなんですよ。よかった、自分が好きで、はい、あ、チューリップ好きなんですね。イチャイチャが好き。あ、だから指名のお客さんとかもイチャイチャしたくて来てくれる人とか。だって笠野さんもね、イチャイチャ一番好きですよ。いや、そう、イチャイチャなしの通常のプレイが70点とします。じゃあイチャイチャありでチューリップありやったら多分200点。いや、また超えてる。勢いで聞いちゃうんですけど、好きな男性のタイプ。血管がキワキワの人とか超好き。血管はどう？血管は出てないな、ゼロですね。ゼロ、ゼロはないやろ。可愛いですか、血管は。私ないです。いや、あるのよ。これ最後僕からのお願いなんですけど、はい、サムネが映えそうなんで、はい、ハグとかしてもらっていいですか。なんだ、はい、サムネイルのためです、これは。自分で言わしてやで。なんか保護者に言わしてる。めっちゃヤバいやつ。裏で俺に言わしてるやつ。そう、なんか、いやいや、これ自分で言うで。お仕事なんで。あー、すごいね。そう、見た目もそうやけど、移行多いな。いや、そう、カメラ回ってる回ってる関係なくあのテンション。あと正面で見れて羨ましいな。お兄さんが。じゃあ、そのマイさんにお越しいただきました。ありがとうございます。目が大きいっすね。すごいっすね。知ってました。ナンバーワンキャストさんですか。はい、そうです。すごいっすね。ありがとうございます。加藤さんの反応を見て分かっていただけるかなと思います。いや、なんかもう吸い込まれそうな。フラみたいな紐手はすぐたぶらかされそうな。そうですね。キャスト歴でいうとどのぐらいになるんですか。ええ、じゃあ4ヶ月でナンバーワン、すごいです。まあまあまあ、ルックスね、見たらもう分かりますけども。いや、そうです。ルックスだけじゃ何か秘密が。必殺技とか。あー、当たってた。吸い込む系女子。いや、そのゆっくり喋る感じ。それがいい。採用の仕方とかもちゃんと選んでるなっていう感じがします、ね。うん、いや、中身まで見て女子の。もうお客さん安心やな。ということで、スターライトさんでの一日店員体験、はい、無事終了しました。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日やったことでスタッフさんの仕事は何パーセントできたって感じなんですか。30% ぐらい。じゃあまだまだあるんですね。まだまだ業界の裏側こんなに大変なんだよということですね。そうですね。ちょっともうダンビラムージョさんとかごめんなさい。昔の人たち、今まで騒いだ時代以上の方々、そんなに大変なことがあって、やっと女の子出してんのに。確かに。どんな悪口言われんの。まあ言うてもね、正直スタイルっていうのは僕ら曲げられないんで。まあそうですね。まあいいお店さんの場合はもちろん、そうですね、言わせていただけますから。どうやってあんな子たち集めてるんですか。性格いい子たちがお客さんもつくんで、うん、やっぱ残りますよね。なるほど。じゃあ自分で聞いてもらっていいですか。今日の、はい、私の仕事ぶり、合格か不合格で回答お願いします。はい、最初の方はいろいろありましたけど、接客頑張ってくれたんで合格です。今回なんと3回転。はい、3回転でさせていただいて。3回転、最安だと9000円なんですかね。そうですね、9000円ですね。朝やったらインタビューした3人、お三方、はい、3分の3 3分の3で大当たりやからな、はい、分割にできないですか。それはできない。でもうちの店は普通に来てもらえればその3人が3回転で当たる可能性も結構あるんで。全力満金史上初です、これ、はい、3分の3が大当たりのレビュー。これはもうどれで行くのか迷い珍宝レビューになる。お疲れ様です。お疲れ様です。ご褒美もいただいたということですね。いや、いただきました。ほんまなんかなってずっと思ってました。こんな子たちがドッキリじゃないのかみたいな。いいんかなみたいな。で、今回、まあ、3人甲乙つけがたいんで御三家というか、ちょっと今回は時系列ぐちゃぐちゃになりますけど、はい、ちょっと単声で紹介させていただきたいな。1番目、舞さんのターンですね。舞さんの、まあ、お顔なんですけれども、うん、安室奈美恵足す藤井里奈割る2感じですかね。当たってます。ギャルやのにおしとやかみたいな、いや奥ゆかしさあったよな。そのギャップ登場して座ってトークですね、まずは、うん、はい、見た目結構ねギャルっぽくて強そうやのにねっとり喋ってくれてリラックス効果。ただキュンキュンしてるだけやろ。ターン変わって、打って変わってリリさん。リリさんはですね、まず顔ですね、全盛期のタレント優香さん
おに歌舞伎町のいい部分だけ取り入れた。何やそれ。でも分かるわ、ピエン感のある優香やったな。あ、そうそう、めっちゃ仲いい感じでキャッキャ喋る。はいはい、それで愛嬌たっぷり、うん、もう気分上々まずはトークはそんな感じで、うん、じゃあいいですか。はい、いきますよ。え、何何え、伊春さんですね。え、3人目ちょっとどうなったか分かってないのに。ターン制なんで順番に攻撃してきますから。何それ。春さんは顔はですね、大島優子と全てが整ったあいみょん悪いのあいみょんに謝れ。あいみょんより春さんを優先してる俺背高いです。聞いたら160センチぐらい、スタイルが抜群というですね。うん、マイさん、はい、OPI ですね、遅いのにちゃんとある綺麗ですね。楽しめるぐらいある感じ。わかった、また。リリーさん、リリーさんも細いのにちゃんとあります。ほう。ハルさん、ハルさんは細いのにちゃんとあります。あのかい。全員すごい。全員ある。OPI の詳細だけ、ほんまに全部電気つけてみたかった。あ、また。マイさんですね。まあ僕のフェラーリ運転してくれるんですけど、やりながら見つめてくる系ですね。うわー。きますね。すいません。はい、またまた。ちょっとこれだいぶ。MP 使うから。じゃあやんなよ。リリさん入ります、プレイ、はい、チューリップバリ長いっす言うてたしな。ありがとう途中からほんまに恋人スイッチ入れちゃうぐらい長いっす、動きだけでチューリップのモノマネするわ、はい、リリさん。そうやったら、はい、はいはいはい、終わりですね、はい、ただリリさんはねっとりやなぁすごい情緒がすごい、ドラマチックなチューリップを咲かせた後にやっと手が伸びてくる。おお、うお、また変わった。ハルさんの OPI すごいです。ピーン、スピーン。ハルさんの OPI が一番蛍光灯の近くで見たかったです、はい、いやマジで。あ、お椀型ですか。じゃあです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 。お椀、お椀やんあれをかたどって作られてる。もうあれ、うん、マネキンの OPI みたいな。こっから早いんで心して。え、ついていけるかな。はい、マイさん、緩急がすごい、緩急がすごいのに見つめてきて。そもそもこんな可愛いギャルいっていいんですか。え、嘘やろ。おおおすごい、リリーさん、うおすごい、あーさー、イケビハンドシェイクのリリーさん、この見た感じの時のこの背中のカーブ背中のカーブ綺麗なんや。めっちゃこうかな、はいはい、こうかな。じゃあお前じゃ無理や。背中のカーブであんな良かった、久しぶりかもしれない日やな。良かったです。ハルさん、ハルさん、ここで水鉄砲だらし。水鉄砲だらし。ここで水鉄砲だらし。最強や。後半であんな一回り離れてる子が急に水鉄砲だらし。ここで問題です。え、何？31歳突入、一発が貴重になってきた勝門、果たして御三家3人の誰で行ったでしょう。舞さん、リリさん、ハルさんやね。さん順番はそうっす。一番いい状態で行きたがるから、まあ、全員ちゃんと交わりたいと思った上でハルさんで行ったんじゃないでしょうか。ファイナルアンサー、ファイナルアンサーで。ベベベン勝門た、正解はリリさんでーす。いや、2人目や、2人目で行ってるやん。3人目は強化試合ってこと。もう見て楽しみましたリリーさんで行ってしまったとでね。行ってしまったっすね、正直。俺言わさせてもらいますよ、これは。そんなん言うてるんや、行ったんかい。いや、毎回やってる可愛い可愛いが続きすぎたんで、糸勝がもう無理ってなって順位は変動はするんですけど、舞さん、リリさん、ハルさん、トップ3のキャストさんということで、蒲田のスターライトさんということでね、詳細が気になる方はゴールドロジャーみたいに全てを概要欄に置いてきてますので、我々、ね、そこでワンピース見つかるようになってます。キャバクラとかもやってる。あー、いいっすね。何でも夜系は僕ら頑張っていくんでお願いします、はい、動画見たいという方はですね、はい、ぜひチャンネル登録、はい、高評価、コメント、はい、どしどしよろしくお願いいたします。お願いします。ハルさんごめんね